皆さんこんにちは。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島群馬県代表決定戦高校生の部を開催いたします。さて本日は株式会社上毛新聞 TR の1階ロビーからオフライン大会ということになります。本大会で争われる種目サッカーゲームのウイニングイレブン2021シーズンアップデートということになります。さて私は本日の総合司会と試合の実況を担当します群馬テレビアナウンサーの梨田智和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして今回解説を務めていただけるのは2006年から2010年までザスパ草津、現在のザスパ草津群馬に所属されまして、去年の全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2019茨城群馬県代表決定戦でも解説を務められたという高田康則さんをお招きしたいと思います。高田さんよろしくお願いいたします。はい、解説は高田康則さんに務めていただくことになります。さあただ高校生の部となりますけれども、応募チームが1チームとだったために、まあ、不戦勝で群馬県代表となっていただくことが決まりました。まあ、高校生もねやはり受験や部活動、まあ、本当に今忙しいんでね、はい、なかなか募集が集まらなかったという現状がありますけれども、そんな中応募してくれたというチーム、群馬県立高崎工業高校には代表として頑張っていただきたいと思います。ではその高崎工業高校の皆さんご登場いただきましょう。はい、こちらがですね高崎工業の3人のメンバーということになりました。まあ、代表になれた3人はですね、11月3日茨城県水戸市で開かれます関東ブロック代表決定戦に進んでいただくということになります。まあ、見事、まあ、関東ブロック代表となりますと12月26日それから27日、オンラインで開かれる全国大会で競っていただくということになります。ではここで、群馬県代表を記念しまして記念品を授与いたします。トロフィーと副賞としまして株式会社クリマ様、氷温熟成氷室豚の詰め合わせとなっております。それでは記念品の授与を本大会の主催であります一般社団法人群馬県 e スポーツ連合会長の平方徹よりお願いいたします。では平方会長からトロフィーの授与をお願いいたします。会長から一言よろしくお願いいたします。代表ですので頑張ってやってください。おめでとうございます。期待します。はい、ありがとうございます。はい、平方会長ありがとうございました。そして副賞としまして株式会社クリマ様から氷温熟成氷室豚の詰め合わせを贈呈いたします。こちらは一般社団法人群馬県 e スポーツ連合副会長の島田仁志よりお願いいたします。じゃあもう一度改めて、副会長に一言いただけますか。非常に美味しいお肉ですが、これを食べて、力をつけて頑張ってください。はい、島田副会長から手渡していただきました。ありがとうございました。それではここで共催であります公益社団法人群馬県サッカー協会針貝明会長から高校生の部群馬県代表群馬県立高崎工業高校へエールをお願いいたします。針貝会長よろしくお願いいたします。高崎工業の3人の皆さん、ようこそっていうかよく参加いただきました。本当にありがとうございます。先ほども話がありましたけど昨年茨城で行われました e スポーツの大会、自分も参加っていうか見に行かせていただきました。本当にすごい盛り上がりで群馬県が一体となって一つになってですね
それぞれのチーム、社会人のチームと一般の少年のチームがあったんですけども、2チームを応援していました。中身はどうかっていうよりもですね、もう点が入るシーンになるとみんながうわーって大きい声出して本当のサッカーの試合を見ているような雰囲気を感じさせていただきました。ただこの e スポーツですけどもまだ始まってそんなに期間がありません。皆さんはこの後先ほどありましたけども茨城へ行ってっていうか関東大会ぜひ頑張っていただきたいっていうふうに思うんですけども、その頑張ってくるだけでなくこれから e スポーツのですね、牽引者として先駆者としてこれからも頑張ってほしいなと思います。いずれにいたしましても皆さんの活躍を期待して激励の挨拶をさせていただきます。頑張ってください。はい、針谷会長に激励の挨拶を頂戴しました。ありがとうございました。さあではですね、群馬県代表となりました高崎工業高校3人の選手にお話を伺っていきましょう。まずは名前を聞かせてください。竹谷志音です。竹谷くんですけれども群馬県代表今どんな気持ちですか？試合はしてないんですけど、まあ、群馬県から出るということなのでちゃんとした試合をできるように頑張っていきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。ではまず名前から聞かせてください。岡田光也です。岡田くんは、まあ、群馬県代表になりましたが今どんなお気持ちですか？1週間しかゲームをしてないんですけども、しっかり県代表として恥じないようなプレーをしていきたいと思います。これからさらに練習をね積んでいただければと思いますね。では名前を聞かせてください。中澤孝之です。中澤選手は今どんな気持ちですか？そうですね、群馬県代表になれて非常に嬉しい気持ちです。関東大会もしっかりと、頑張っていきたいと思います。ぜひね、練習を重ねていただいていい結果を残していただければと思います。もう本当に3人の選手の、ね、熱量も感じましたけれども、さて、まあ、まだまだこうウイーレ歴が短いチームだということなんですけれども、気合でねぜひ乗り切っていただければと思います。本戦でもぜひいい結果を残してください。頑張ってください。ありがとうございます。ではここで一旦高校生の部の激励式を終わりにいたします。さて、ここからはですねせっかく来ていただきましたのでエキシビションマッチということでさせていただければと思います。そのお相手は、今回解説を務めていただける高田康則さんということでね、もう闘志メラメラでございますけれどもね、間に合いよさあ高田さん、ちょっと一言いただけますか、はい、このエキシビションマッチということなんですか。はい、まだ始めて1週間って、ね、言ってましたけど僕は始めて5分なんで大丈夫ですただもう勝負事なんでね、群馬県代表として私は何の代表か分かんないですけど頑張りますんでよろしくお願いします。さあ高田さんねまだ始めて5分というね、どんな戦いになるのか非常に楽しみですけれども、では試合の準備に移ってまいりますのでしばらくお待ちください。
はい、ここからは一旦、一般社団法人群馬県 e スポーツ連合中野人、平井が進行を務めさせていただきます。エキシビションは、高田選手と高校生が2、チームを組んで、もう一人の高校生2人と戦っていただくというエキシビションマッチとなっております。はい、実力は未知数同士の対決です。今ゲーム設定画面となっておりますので、そちらをご覧いただきながら少々お待ちください。もう未知数すぎてね。未知数すぎるらしいですね。すごい戦いです。高柳君にスイートに入ってもらって、はい、もうチーム高安っていう名前で、はい、チーム高安、高安なんで、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。ただ設定が分かんないから、もう早いよね。早いよね。どうですか、お互い設定は大丈夫そうですか。大丈夫ですね。大丈夫ですか。ではキックオフを行っていただきます。負けられないわ。エキシビションなのではい、エキシビションなので楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。 A ですよね。 OK、 解説入ってんね。でもあんま滑りすぎると退場するから気をつけてね、退場は。後半だよ。今映ってたね。メッシは知ってるでしょ。入ってきた。これであれだからね、当日のレギュラー決まるからね。フフ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 フスローイングで手入るから、なんか裏技。よっしゃ。そこも自分の方は頼むよ、右側だからね。そう。あ、で俺が緑ね。黄色黄色。お、ファールじゃない？ファールじゃない？今の。そこ上げさせない。ナイスナイスナイス。どこ出してる？どこ出してる？なんだ今の。まあいいよ、切り替えて切り替えて。いや、どめどめどめ。いや、どこ蹴って。大丈夫。はいはい。ナイスです。ダメ。すごいな。違う違う。蹴るね、蹴るね、めっちゃ蹴るね。いいよ、いいよ、ナイスパス。ナイス、よし、ナイス。おいおいおい、いいよ、いいよ、クリーキック。いいよ、セーフセーフセーフ。意外とセーフかな。いったね、がっつりいったね。がっつりいったね。得意だからコーナー。おーおー、狙った。おお。どうだ。いや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 、ナイスプレス、ナイスプレス。いいやん高幸。いいよ。うまい。弱い。ナイス、ナイスプレス。ナイス、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 ナイス。いや、いいよ。おい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 。結構荒くない？これ。
おわ、イエロー出てるよ。気をつけて気をつけて。いや、即席チームとは思えないぐらいいいよこっち。調子が分かんないんだけど、あ、これ飛びすぎた、ごめん、飛びすぎた。ああ、いいボール、ナイスラップ。今レフリー旗上げなかった？ああ、いいよ、攻めてる。これ、見てる人たちもどかしかったですね、あそこ。こういうのあるよっていうね。いいよ、いいね。大丈夫、大丈夫、いいよ。キューのチョレー、ナイス。バッ。これで、違う、ごめん。あ、いい。うまい、シュート、来た、うわあ。ナイスボール、来た、ああ。ちくしょう。ああ、うわー、ナイスボール、いいボールだった、いいボールだった、いいボールだった。いや、今の良かったよ。いけるな。ナイスです、いいね、いいね、いる、いる、ナイス、これ1対1、いける、いける、いける、いやー、ごめん。あの、現役の時は1対1緊張しちゃってさ、入らないんだよね、実際。お、あんなシュート、あんなシュート打てんな、落とせんな、ドライブかかってた今、すごいね、ほら、リアルだね、すごいね。いや、大丈夫、ああ、面白い。入んないもんだよね、これね、難しいね。いや、これ動いたけどね、いいところに。そう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 。いや、いいボールだけどね。いや、いいボールだったよ今。ちょんでいいじゃん、今の良かったよ、今のは。でも力みすぎ、パワー。いいよいいよ、でも攻めてるよ、内容では勝ってるから、勝ってる、ほら 57% だもんね。このままいけるね、大丈夫だね。
もフォーメーション相手も一緒なんだね。ちょっと変えてきたよ、中盤今変えてきたよ。おお、だいぶ上げてきたね。キーパーマン投げようとしなかった今。どうぞどうぞ。意外とウィーレ6ぐらいで止まってるけどできるもんだな。あ、俺だったごめん。やばい、ごめん、危ない。ここ行きたいね、セットプレー、セットプレー仕留めたいね。いいよ、高幸のドリブルのキレがすごいからね。いいや、いや、弱すぎないそれ。それは入れない。確かに出てるね、 VAR だね。変なんだな、シュートな。さあ、サンクサンク。あー、ごめん、その時には分かんない。大丈夫でしょ、ゴールキックでしょ、ゴールキックでしょ、ゴールキックでしょ。あ、やばい、ごめん、危ない、これ危ないからね、これ危ないからね、マジで危ない、危ない。違う違う、もうちょっと分かんなくなってきた、まずいよ。パスを読めばいいね。やばいやばいやばい。助かった。なんか無謀の戦術変更が効いてきたね。なかなか攻めれてるよ。集中だな。危ない危ない危ない。うまい、来た来た、うわどうしてどうして。あ、ファールだ。いや、難しいですね。ね、今ね、惜しかったね。はい、マイボール、マイボール。多いね、多いね、結構。これ決めちゃえばいいんでしょ。ちょっと引っかかったね。あ、俺か。大丈夫、蹴り方知らないから。でもパワーでしょ。うまくない？あ、ストライクさ。へえ、すごいね、映像ね。やばい、これやばい、あ、ラッキー、助かった。いいね、いいね、一回作り直そう。あ、俺だった。これもう分かんなくなるね、誰がねえ、見とかないとね。いや、いいボール。あー、いいシーンだな、しょうがないですけど。
面白い面白い。ああそこじゃないそこじゃない。来た来た。めっちゃいい最高のタックルだった今。おおねえ、いやいやいや、まあメッシだからねしょうがないね、止めたいよね。そうだよね。でも出ないんだ、出ないんだね。あれか抜けたら楽しかった、抜けたね。おお足上げてたよ今やりすぎじゃないそれ、上がってたよ。面白い。ちょっと荒くなってきたね、ちょっと荒くなってきた、落ち着こう、ちょお互い落ち着こう、大丈夫大丈夫、注意だけだから1回目だよって、ほら1回目だからね、2回目はないよ、大丈夫、はーいちょっと今荒かったね、戦ってるよ。ナイスです。やばい、これはやばいね。ナイスです。素晴らしい、よく見てた。そこ空いてない？あすっごいライン高いんだけどあ、俺だった。うまい、うまい、来た。完璧だったね今ね。こうあ素晴らしい。すごい喜んでる。ギリギリだね。いやいいゲームだったよね。あまだ終わってないけどね。これで振り返りリプレイで自己満するっていうね。見た方が。ここのカバー、カバー、この後の。ほらいいカバー、いいカバーで落ち着いてるから。いやー劇的。落ち着いてた。完璧だね。いいよ、今マーク外す動き良かったからね、うん、今スワレスの素晴らしい。ん？あ、ファール。もうあとはね、時間をね、うまくない？決めてこい！惜しい！
これ見てたよ、ほら。いやー、いい。ちょっと狙いすぎたか。あ、元気なくなったけど大丈夫、そっち。大丈夫、大丈夫。ちょっと元気なくなってきたよ。いや、その諦めない姿勢。ここつなぐ、読まれた、うまい。ナイスナイスナイス。肉が我々のものだ。早速焼きに行こうか。やったー、いや嬉しい ね、 そうですね、楽しかったな。結構即席チームにしてはめちゃくちゃいいコンビじゃなかった。はい、ね、エキシビションを第一試合が終わりました。素晴らしい試合だったと思います。後半まさか 0-0 で終わるかと思ったんですけども、いかがでしたでしょうか。そうですね、ちょっといいパスが来たのでしっかり決めないとなという気持ちでしっかり決められてよかったです。おめでとうございます。では負けてしまった、こちらもお伺いしましょう。はい、ちょっと攻めの姿勢に移り変わるのがちょっと遅かったなと思いますね。いやー、お互いですね、非常にいい戦いだと思います。本当に始めてまだ1週間足らずですか。なんなら1週間もやってない。いやー、でもこれは成長がですね非常に期待できるような試合だったと思います。では選手を入れ替えてまた次の第2試合をやらせていただきたいと思います。もうこれで解散だけど、はい、では準備をお願いいたします。よろしくお願いします。よし、名前なんだっけ、岡田、こうや、こうや、頼むよこうや、はい、これでもしこっち負けたらこうやのせいだ。そうなんでしょ、そういうことになるでしょ。いやー、すごいね今の映像は。でしょ、これそれは変わってないんだよ昔と。うん、これになってやったのが5分だけでね。あ昔のはよくやってたんだけどね。いやすごいね今の。こっちか。持ってんの？これですよ。いや先生の。任せるよ、いいよ。ああ、です。今チームセレクトをしていただいております。今度は高田さんと岡田くん、はい、こうだい、こうや、こうや、こうや、岡田光也さんのチームです。チーム。対するは中澤さん対竹谷さんのチームとなります。光也、光也頼むぞ、プレッシャーかかってるはずだ光也は。かバルセロナ。いいよ、日々鍛錬だよ。それでは第2試合に移ります。基本の操作がやっぱ変わってないから覚えてるもんだな。なんか押しながらあれやると浮いたボールだもんね、確かね。ここか、はい、あでもやっぱ守備が大事だな。ディフェンスだね、初めに。カディズに来た、カディズ。
ナル。え、もう早くない？早いよ。でこういう時は今日のレフリーが出やすいっていうね、頭の中に入れておくね。あ、今日はちょっと気をつけないと出るよねって。裏走るから。やばい、いいボールじゃない。あ、遅い。これいいね、2人でやるとこう1人はこう、ね、抜けれるからね、裏とかもね。意外ともここはね、取り切れないよね。やばい、いいボール来た。ナイスだ。ナイスボール。開いた。すごい。今こっちだよ。いや、うまいな、ドリブル。やばいじゃん、やばいじゃん、やばいじゃん。ナイスよ。ナイスボール。来たんじゃない？あー、いいボールだったね。いいボールだった。うん、いいボールだった。入り方も良かった。ああ、めっちゃ惜しかったね。すごい、リアルだね。取るんじゃない？どうぞ。そうね、なんか向こううまいね、ボール回しがね。待って、それは大丈夫大丈夫大丈夫。今打たせたから、うん、打たれたじゃなくて、うん、それがいい。あー、おばらっぽし。いや、ファールファールファール。中にクリアした中にクリアしてくれた。ナイス。やばいやばい、読まれた。危ない危ない、 やばいぞそれ。違う、止めない。押さえない。これ危ないよ、やばいよ。おお、今の危なかった。危なかった。あ、出てっていいよ、出てっていいよ、出てっていいよ。まあ、いるよ。ナイス。あ、待って。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。積極性は買うよ。チャンス作れない。おーボール。カウンター。スワレスに来い、スワレスに。あー、惜しい。
行くんだ。ナイス、ナイスです。大丈夫、大丈夫。アフター、アフター。やばい、やばい。出すよ、今日のレフリー。結構出るよ。これダメなやつじゃん、これ。面白いんじゃない？今完全に迷子になってた。どこにいるのか分からなかった。あれ今どうだっけって。幅広く使うね、ピッチを。いいね。ナイスディフェンス。ナイスボール。いや、シュートがないね、お互い。ああ、そうだね。良くなってきたね、なんかね。結構支配されてるよ。ああ、44秒。あ、ごめん、間違えた。今、攻める方は分かんなくなった。これ、メッシ行っちゃうよ。メッシ行っちゃうよ、メッシ。うわー、ごめん。あれ、どこ行った？ボール。ナイスディフェンス。あー、ごめん、糸が合わなかった。荒くない、荒くない、そっちね。何何それ。まあ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 ね、まあまあまあ、でもまんべんなくイエローカードもらってる感じね。そういうちゃんと見てるね、そこもね。気をつけてよ、本戦で退場したら大変だからね。疲労がどんどん溜まるからね、退場したら。どうしたどうした、迷子になった。落ちたか、落ちたな、落ちたな。ちょっとでしたね。結構多用するね、長いの。これ分かんなくなるね、そうやって回されると。ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー。あー、ごめん、弱かった。やっちゃった。危ない。いや、うまい。こういうさ、昔こういうのなかったんだよ。こうヘディングでさ、届かないやつをさ、こういうの、こういうの。うん。なかなかあったのかもしれないけど、リアルだね。やっとシュート来たね。一本目だよね。ああ、さっきのね、あった。さっきので、そう、プレイオンになってたから。ちゃんとリフリープレイオンってやってたもん。ここね。ダメだよ、こういうことやっちゃう。
いや、よく見てたね、レフリーね。すごいね、ちゃんと新ルールでほら中入っていいからさ。ね、これも。うまい。あー、惜しい。でも大丈夫、これで。ほら、いやー、ごめん、今のね、いいんだよ、あれ3人目の動き、うん、今のはね、効くから。Thank you.守備がね、おお、出るね、この試合ね。やっぱ出すね、出すよ、このレフリー。出すよ。舞台整ったから、89分だから、点取るの。あ、やばい、やばい。ダメ、ダメ、それ。ナイスキーパー。いやー、サンキューキーパー。二人とも動かしてないから。ナイスキーパースディフェンス。スワレス、スワレス、スワレス。ナイスボール。ダメ。まずいんじゃないか。すごいね、向こうの縦パス。もう、やわー、怖い、サッカー。近っ。もうちょっと遠くに飛ばせるつもりだ。ごめん、ごめん。いや、なんか違うボタン押したらさ、浮いたんだよ、ボールが。ほら、すごいパス出した。今いいコンビだったね。めちゃくちゃいい感じだね。ねえ。打ったらと思った。いいボールじゃない？うわー、ごめん。いや、もうイメージ合ってたよ。イメージはこうやってイメージ、もう完全に俺もうスアレス見てたから。ああ。今やってみたかったね。オフサイか。
もう走れない。走れない。体力、うん、走れてない。あ、ごめんごめん。面白い。うわあ、でもやっぱなんか疲れてるからミス多くなってるよね。出てたか。ああ、いいゲームだったね。ねえ、なかなか色があって。先日なかなか向こうも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。エキシビション第2試合が終わりました。いや、0対0。ただ、両方のとも、シュートを打ち合ったような対決になりまして、見どころの多かった試合かと思っております。はい、では感想を一言ずついただきたいと思います。ではいかがでしょうか。中までのパスがいい感じに取って、その後の決定力をちょっと高めたいなと思います。すいません。ありがとうございます。パスの種類をもうちょっと使い分けて、外から中に攻める動きをもうちょっとしたかったなって思いますね。なんかもうあれですね、もうサッカーゲームかなり上達者のようなコメントをいただきまして、もうこれあれですか、面白いですか、やっぱりウイレ面白いですね。ありがとうございます。では第3試合に移りたいと思いますので、選手を入れ替えをお願いいたします。まだ少々お待ちください。これでレギュラー決まるからね、本当よろしく。これで名前はシオン、シオン高野高幸だよね。今高幸がリードしてるんだよね。高幸言ってんのかね。ここでシオンとヤスのコンビでね、で任せるから設定は。いや面白いね。あーいいね、面白いですね。確かにな、確かに高野が言う通り、さっき外したの俺だしな。これは反省してる、うん、反省してる。おお、いいんじゃない。任せるよ。基本どっちがいい。あんま聞こえちゃうから小さい声で。どっちにしよう。あっちで行くの。なるほどなるほどなるほど。じゃあ真ん中で待っとこう。オッケーオッケーオッケー。確かにね、そういうのがいい。でさっきのカディスはあの長いボール良かったね。あの戦術ね。もしかしたら効くかもね。ね、うん、前に大きい選手いたらね、使えるかもね。バテてたけど、最後バテバテだったけどね。走ってくれなかった。やばい、あ、やべ、色変わっちゃってる、いいの。うまい。でも大丈夫、対応してない。うまいな。このボールの弾道はすごいな。リアルだね。シオンだね。ナイス。落とすよ。ショットがいらんね、俺も。ちょっと合わなかった。ナイス。面白い。うわぁ、いいボールだった、いいボールだった。それで納得よ、バンド。サンキュー。走り続けて、これこれ、あー、いた。
今は素晴らしいプレスだった今。いや俺違うとこ見てて走り切ってたらいいプレス言ってくれてさ、ナイスナイス、おしゃまもたついたね、出してもなかった今。見てて、この後こいつずっと行くから、ずっと走ってるから、ほらずっと走ってるから諦めてないよ、ね、後ろ囲んで2人で完璧、いいよ。欲しいんだけどこれ出てこないから。いいプレスだったね、ナイス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 、ごめん、強い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 、いいよ、ナイスディフェンス、あー強い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 、ナイスディフェンス、やっちゃった、やばいやつだね、みんなやばいやつだね、やっちゃった、あ、注意注意注意で注意で注意で、なんか触る、よしよしよし、前を前を、はい、うん、クリアになる、おさえおっおっ、ナイス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 、ナイスディフェンス、いいね、ディフェンス、
一人時間差激しい。おお、来た。おお、いやよく決めたね今のとこ。ああ、初ゴール。自分が操作して。あ、そう。今さ、だってシオンがパスしてシオンが打ったよね。俺全然反応しなかったんだけど、俺何、あ、いいカバー入ったね。これシオンが出してシオンだからね。いや、いい棒だったね。いやー、いい棒だった、いい棒だった。あ、元気ないよ。大丈夫まだ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 、元気ないよ。長すぎ。飛ばせないの？まあ、そうだね。ここも堪能するという喧嘩になるからね、あんまり堪能してるとねよし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 とかあるね、うまい、うまい。いやー、強くて。落とすよ。あ、間違えた。怪我したんじゃない？これ絶対ダメだよ。
まあ自分でボール失ったからさ、そこは行かないとね。うん、取り返しに。そう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 。あれね、セットプレーの強弱を覚えた方がいいだろうね。結構チャンスなしだよね。素晴らしい、来たー、川瀬キーパー、うおー、うわー何は、何、また抜いたのかな、よくかわしたな、今な、うん、何が起きたんだろう、今なんか連打してたよ、シオンなんか今連打してた、チョンって上手くないよもうなるほど、切り替えたんだ、びっくりしない、ほら、まただよ、やっぱり、うわすごいすごい、素晴らしい、ダメだから。いやー、いいなー、シオンのディフェンス力高いよ、ほら、ここ行かないから、あえて言っといて打たしたんだよね確かにちゃんとカバー入ってるやつ、あらららら、これ危ないわ、いいね、いや、抜けないもんだね、意外と硬いわね、やっぱり、大丈夫、ライン下げていこう、やばいよ、やばいよ、やばいよ、面白いんじゃない、ナイスボール、中がいない、落ち着いてる、あーいい、あら、こうなんだ
うまい。うわー、いいタイミングだったね。うまい、トラップ。確かに。あー、ずれた、ごめん。パン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 。入った。あー、遅い。サボってた。完全に。弱い。うわー、来た、コンビネーション。いろんなこと選べたね、今の状況ね。今のいいコンビだったよ。面白いな、裏でもいいかも。おー、ナイスディフェンス。パスはどう？あ、ミシア、そうそうごめん。疲れてない。疲れてない。面白い。いやー、落ちたりとか。ファール？ファールだ。あー、よくよく。あれ、そうか、カーソルが、あ、いたいたいた。面白い、面白い。いや、今のいいボールだったね。今のうまかったね。もう元気ないぞ。これさ、結局誰が一番すごいって、安さがすごくない？負けてないよ。出ちゃおうかな、大会。いや、見事だったね、今のボール。サインプレーであんな、こういうの。本当に本当にそんな感じだったね。ディフェンス全部こう下げさせて、そのセカンドのところに入る。練習通りだね。練習通り、練習通り。かなり練習通り。よっしゃー、ナイスー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、3試合続けてやっていただきました。最後見事なゴールがありましたね。すごい、コーナーキックではなくて、あのフリーキックからの見事です。連携プレーが昨日練習した回がすごかったですよ。昨日練習した回がね。ちょっと感想をいただきたいと思います。途中、まあ、点が決められて勝ったのはいいんですけど、やっぱり途中いいコンビネーションの後にあれシュートミスしてしまったのがまあ惜しかったんで、本番するとこも気をつけてやっていきたいなと思います。ありがとうございます。ちょっとゴール前でちょっともたついちゃったり、パスがあんまり通らなかったりして、ちょっと厳しい試合でしたね。いや、でもバルサ対バルサ、非常にいい対決だったと思っております。
では、選手の皆さん、高田選手こちらへ前へどうぞ出ていただいて、では皆さんありがとうございました。高校生の部、チーム群馬県立高崎工業高等学校の皆さん、11月3日の関東ブロック大会もぜひ頑張ってください。オープンの部は14時から放送となります。それではお待ちいただければと思います。皆さん少々お待ちください。